人生計画代表、接客アドバイザー、安倍大の時事ネタオンタイムトーク、水曜日でございます。今週もやってまいりました、時事ネタオンタイムトーク、水曜日。この番組は飲食店コンサルタントの私、安倍大が、コンサルタントの視点から世の中の出来事を、ああでもない、こうでもないとお話をする30分間でございます。今週もお付き合いをよろしくお願いいたします。ということでですね、もう最近はもうずっと、いろんな気になる方にインタビューというところで、もうインタビュー番組に、なっているような、噂もある時事ネタオンタイムトーク水曜日でございますけれども、今週はですね、もうようやくです。この FM 大白と言ってるくせに全然大白の宣伝しないじゃないかという一部のコアなファンからお叱りを、ね、いただいているのかどうかわからないんですけれども、なので、今日はですね、大白区で、ございます。抜群の、富澤にございます。もう超有名店ですね。ビストロアンプルの、詐欺坂泰造さんにゲストにですね、お話を伺いたいなと思います。泰造さん、今日はよろしくお願いしまあ、よろしくお願いします。す。ね、ちょっとだいぶ緊張してますよね。あ、もう慣れなすぎて。こなの状るなよ況ね。が慣れなすぎて。今日もちょっとズームでのインタビューになるんですけども、ちょっと手、しんどいかもしれないけど、まあ、マイク、普通に垂らしても大丈夫これ、かも取っよ。ても大丈夫ですか？あ、うん、少し大丈夫ですか？近く心で。持ち大きめにしてもらうか、ひげに絡めてもらえれば。ひげ伸びましたね。伸びました。ちょっとこう、マスクしてるのをいいことに、こう、どこまで行こだって、マスクから出てるじゃん。出てるでしょ、下に。ビヨーンと。最近三つ編みにして、ゴムで。モンゴルの方みたいな感じの、勝手なイメージだけそうどですね。ね。いや、もう、久しぶりで、なんか、まあ、お元気そうでというか、なんというか、いろいろ振り回されてて大変なんでしょうけれども。ああ、そうですね。大変だよ。なんまとずは、か。じゃあ、軽くですね、アンプルさんのちょっとご紹介をいただきたいなと思うんですけども、もうオープンして何年になるんでしたっけ？12年経って13年目です。13年目、すごいっすよね。泰造さんと知り合ったのは、まあ、生きてます。前のお店からの付けだから、もう15年ぐらいになるんですかね。そうですね、そのぐらいですね。そうっすよね。で、そこから富澤のあそこで店を出すって言った時に、すごいなーって、チャレンジャーだなと思ったのが、まあ、あれよあれよという間に、もういい噂しか聞かないお店って初めてだなって思いながら、本当ですか？もう本当、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 僕、ほら、ゆるちかっていうイベントやってたじゃないですか、まあ今もちょっとお休み中なんですけど、あれで大蔵君の店に行くと、ゆるちかもたまには、良い店に行くんですねみたいなさ、こと書かれてさ。ふそうですか。ざけんなよって思いながらそれもいい店行っさ。てるんじゃないんですか？ ね、いい店行ってんだけどさ、書く人いるんですよ。もうびっくりしちゃって。でも本当に、もう13年、あっという間でした？ あっという間ですね。いろいろありすぎて、今もいろいろありますけど。そりゃそうだよね。そこら辺は、まあ、後ほどじっくりと、ね、聞くとしましてですね。いつもこういう話するときに、じゃあ、料理の世界に入ったのはなんでとか、そういうふうな、人のストーリーみたいなところを結構聞くようにしてるんですね。うん。なんで、大蔵さんにもちょっと伺おうと思ってるんですけれども、大蔵さん、今年で40何本になるんでしたっけ？45ですね。5になります。いよいよですね。いよいよです。もいや、目が枯れて、そして膝が痛くなるあたりじゃないですか。う もう兆候が出ておりますの で、マジで？ご多分に漏れず。もうね、なんか老眼になるんですって、漏れなく人間って。そうですね。整体にも毎週のように通っております。マジで、やっぱり。そうだよね。だってもう全部手作りしてる、寸胴とかだってずっと持ってたら、そりゃ負担かかるもんね。そうですね。膝に来るとは思いませんでしたね、何年か前は。若かりし頃そうはでそすんな。ね。この若かりし頃は、あれ、この飲食業界に入ったのっていうのは、
いくつの時かは何でしたっけ？業界自体は、まあ、就職して始めたのは、まあ、20歳からですかね。はい、一番最初、東京だったんですか？専門学校出てるので。そうです。はい。で、専門学校出て、東京の飲食店で働いてみたいな。そうですね、はい。専門学校入ったのっていうのは、もともとその料理がすごい好きだとかっていう、こう、月並みな感じなんですか？月並みでは実はなくてですね。はい。もう料理が好きだとかっていう前にですね、ちょっと学校の座学の勉強をしたくないというところから始まってですね。ああ、業界あるあるの。大学に行きたくなかったんですよ。あ、なに、選択肢としてはもう大学に行くか専門学校に行くかみたいな感じだったんだ。大学ぐらいは出ておきなさいという親のですね、はい、希望がありまして。なるほど。もうここで大学行けと言われてもあと4年間も勉強しなきゃいけないのかっていうのがすごく負担でして。なるほど。そうなんですよ。あと4年も勉強しなきゃいけないっていう、こうなんですかね、絶望ですよ。やりたくないことをずっと。やりたくないことを、はい、そうなんですよ。でそれで、まあ自分に何ができるのかというところで、はい、まあ、生きていければいいかなと。ほう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 。そうすると、いい食住っていうのがやっぱり頭に浮かんで、服ってあんまり特別興味なかったんですね。はい。で、住って、まあ、不動産持ってるわけでもないし、そうだよね。ここの道で生きていくにはどうしたらいいかとかよく分かんなかったんで、はい、職だったら、高校時代アルバイトもしたので、ほうほうほう、飲食店で。あ、そうなんだ。はい、そうなんです。その流れでなんですけども。ここの時はどんなバイトだったんですか？ここの時は、浅草のですね、はい、ビアレストランですかね。ハトバスとかいうような、はい、大きいホールだったんですけども、はい、客席で、金ちゃん劇団のショーをやってる、はい、マジで？楽しそう。そうなんですよ、有名なところで言うと、有名かどうかわからないですけど、ブカブカって、はい、覚えてなんか言ったな、言ったな。ブカブカ。橋野恵美さんとか、はい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 、はい、はいはい、そのブカブカっていうその女子金劇アイドルグループがですね、はい、ショーをするレースだったんですね。マジか、それさ初耳だそれ。あ、そうですか。あんまり人に言ってないです。なるほど。じゃあ、もう会場というか、お店自体が結構、その、テンションの高いお店みたいな、にぎわいのあるお店だったってこと？そうですね。ちょっと、こう、本当にビーホールですね。うん。おつまみセットと、あと、ショーがっていう、1時間ちょっとの、こう、ショーのついた、はい。食事っていう。なるほど。昔、そういうの結構流行ったもんね、なんかね、ショーがついてたりとか。そうですね。はい、そこで調理をやってます。そこで調理ですね、うん、調理と言っていいものかわからないぐらいまあ、はい、キッチンに立ってたってことですね。そうですね、はい。そこがちょっとこう高校生から、まあ、専門学校の時もずっと続けたんですけど、はい、もう高校生にとってはこうすごく楽しすぎて、例えばもう何ですかね、こう調理することが楽しいっていうことよりかはもうそこにいることが楽しくてですね。ほう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 、祭りみたいな感じってこと、はい、いつも、もう毎日お祭りです。毎日ショーやってたので。なるほど。ショーの時間になるとオーダーが入らなくなるので。あ、そっか、そうだよね。後ろの方に行ってちょっとショー見たりとかっていう、こんなことしてていいんだなっていう、なんかちょっとこれ仕事になったすごいなぐらいの。へえ、やっぱそういう風な原体感、はい、原体験があるんだ。でそれでまあ、はい、じゃあで飲食の調理の専門学校に行ってという。はい。ただその時の厨房にいた方がちょっと帝国ホテルにいたっていう方がいらして。へえ、マジか。
そうなんですよ。で、それで、調子学校行こうかななんて話をしてたら、はい、あの、調子学校入って、卒業したらもうすぐ就職で、もう日曜日も何も休みのない業界に入るから、あの、1年遊んだ方がいいぞって言われて、へえ、なるほど。高校を出て1年間遊びました。それから入ったんで。なるほどね。素直だったんだね。はい、でその無職の、はい、無職っていうか、アドバイスをいただきました。いいよ、はい、何して遊ってたんですか、その時は。その時は何をしてたんでしょうね。ものすごく不毛な1年間と思ってますけども。でもバイトは続けてたんですもんね。バイトは続けました、はい。ははでも多分なんかバイトなんか遊んでました、はい。でも多分その1年間ってやっぱ重要だったんでしょうね、すごく今思えば。はい、だってそんなまともな期間はないですからね。もうだって二度とできないもんね。二度とないですね、はい。で、実際専門学校入って、はい、そのアルバイトしていた先のお店っていうのは、そのまあなんだろうな、今さっき言ったこの料理っていう料理ではないけどみたいな感じのキッチンだったわけじゃないですか。はい、はい、ね、あの当時だったら多分揚げてとかちょっとソーセージ焼いてみたいな感じでしょ。 で、はい、で実際、はいはい、その専門学校に入って、はい、実際その調理を目指してる人たちが周りにいた時とかって、なんかこうギャップとかってありませんでした？大丈夫ですか？ギャップはですね、なかったんです。ちょうどその時、はい、あの料理の鉄人がものすごくそうだよねブームになってたんですね、うん、はい、バッチリその時代だったので、はい、ものすごいマンモス校でクラスの人数もものすごく多かったんですよ。あ、そうか、あの当時すごい人気だったんだもん。すごい人気だったんですよ。で、お前本当にやる気あんのみたいな人がいっぱいいたんですよ。そうなんだ。そうなんです。なんかちょっとこうイメージで料理の鉄人部分に乗っかって勉強したくないけどもどっか行けって言われたから専門学校料理入りましたみたいな。あは、ちょっとかっこいいかもしれないしみたいな。ですね、はいはい。なんかそのパターンの人が割と、まあ、自分もそんな種類なのかもしれないですけど。2年ぐらいなんですか？1年です。1年の学校に行きました。1年なんだ。途中でこう、はい、退学したりとかっていう人はそんないなかったですか？退学はいなかったですかね。はい。ああ、1年だとやっぱりそっか。結構あの、自体はちょっと電波の状態が、あ、戻った戻った。あ、よくないですか？うん、大丈夫です、大丈夫です。で、そこから専門学校卒業しました。まあ卒業するときにその就活するじゃないですか。はいはい。最初どういったところを狙ってたんですか？最初イタリアンに行きたかったんですね。イタリアン。はい。あ、結果フレンチに入ったんですけど。あの当時ってイタリアンちょうどブームだったっけ？そうなんですよ。料理の鉄人で出てきたときだったんですね。イタリア料理っていうものが。イタリア料理と神戸さん？神戸さんかな、もうその前、神戸さんかもしれないですね。そうだよね、確か石鍋さん、はいはい、酒井さんで、酒井さん抜けた後神戸さん入ったんだよね、確かね。そうですね、確かそうですね。あはははは、はい、それでイタリアン目指したらフレンチに行っちゃった。結果フレンチに。っていうのこれもちょっといきさつがありまして、はい、すごく食べ歩きをしたんですよ、イタリア料理を。ほう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 。そしてこう、それこそイタリア料理の求人自体がそんなになくてですね。うん、あ、そうなんだ。人気だったからかな。なので人気というか、まだこう認知されてないっていうぐらいの。ああ、そうなんだ。感じだったと思うんですけど。東京でも。そうですね。就職先として何かこうその学校から行くっていう感覚があまり求人自体がなかった感じがしましたね。はい。でまあ町場の、まあ、行ってみたいなっていうところを自分で調べて行って募集してないかっていうのを自分で調べる感じだったんですけども。
へえ、すごいね。やっぱチャレンジャーなんだね。はい。っていうか、まあ、面白いかなと思って行ってたんですけどね。まあ、食べたいのも食べたかったんで。ああ、食べるついでに、あ、うまい、ここで、みたいな感じで。そうですね。そういうイメージで探そうかなと思ってたんですよ。お、かっ美こいい味しいよね、とそこれろ。ね。漫画とかでよく見るやつだよね、それね。そうですね。まあ、そうはうまくいかないんですけどね。あ れ、うまくいかないあもんんまなの、あれ。募集してないっすね。募集してなくて困りました。はい。そうなんだ。結構漫画とかドラマだとそれで行くのにね。そうなんですね。はで、最終的には？い。最終的に、勉強したくない、したくないって言ってた割に、専門学校の勉強はすごく座学もしっかりやってるですね。ああ、だい派手たいにやっクラたんスだ。で、こう、クラスで1、2ぐらいだったんですよ。マジで？座学が。すごいじゃない。好きなことをやるんですね。で、は で、就職指導、生活指導の先生ですかね。こう、名物先生がいまして、はい。その人に、イタリアンはまだこれからどうなるかわからないから、最初はフレンチでちゃんと修行した方がいいよと。ああ、素地を作ってと。そうですね。フレンチからイタリアンに移動はできるけども、イタリアンからフレンチに行くことはなかなか難しいよって言われああ、て、なるほどね、なるほど。あなた、ちょっと待ってなさいって言われたんですよ。就職ほ活動、みんなほほほ。こう周りが決まっていくうちに。ほはい。ほほ。で、待ってて、年も明けて1月とかになって、そろそろ焦り出した頃焦るに、よね。あなた、そうなんですよ。もうみんな周り決まってるんで。で、焦って、いつまで待ってればいいんですかって言いに行ったら、あなた、ここに行きなさいと、選択肢を1つ渡されて、それはそこ選に択面肢じゃ接。ないよね、もうね、それは。そうですね。そこしかもう、あとは、もう、就職間に合わねえよぐらいの感じだったんですよ。強 制そうだ。なんです。強制だったんですね。で、そこに行って、まあ、結果、すごく、今の自分の、こう、なんですかね、すごい基礎の基礎は一番すごく勉強できたところだと思ってるんです。そうなんだ。はい。はい。しっかりしたお店だったってことですね。ちゃんとしてたお店っていう。そうですね。ちゃんとしてました。はい。そんなに大きくないところなんですか？まあ、会社組織的に3店舗、4店舗ぐらいの会社だったんですけども、ちょっとまあ、癖のあるオーナーのフレンチだったんです。癖のあることで有名な。あ、そうなの。癖のない調理人ってどこにいるのかな？ 癖のないオーナー手を紹介してもらいたいんだけど、俺一回。飛び抜けてます。マジで？ そ ん飛なび抜に？けてました。はい。飛び抜けて癖がありました。へえ、よっぽどなんだな。すごかったです。なんたかだ、なんかあるんですか？例えばみたいなやつあるんですか？例えばというか、その方が、フランス料理を始めたのがっていうエピソードを聞いたときに、すげえなと思ったんですけども、は言葉も何か、こう、時に、い。あ、急にちょっと待っこう、フて。ランスに飛んで、で、で、電波が、電波が、電波が。今一電番いい波とが、ころ。何でしょう。はい。あ、これで大丈夫ですかね。大もう丈夫一で度ちょっすとか？聞かせてくださいよ。言葉の。はい。言葉も何もこう、わからない状態で、はい。フランスに渡って、はい。こう、レストランの扉を叩き、そこに住み込みで働いて、フレンチを覚えて、日本に帰ってきたからなんです。居座ったの？居座ったんでしょうね、多分。なんですかね、こう、世代的には、石鍋さんとか酒井さんとかの先輩に当たる方ですね。うわ、マジか。なんです。クラブデトラントって有名シェフたちのは会合の、まあ、その上というか、先い。陣ですね。なるほど、なるほど。レジェンド扱いの人たちなんだね。レジェンドですね。ただ、レジェンドにして崇めるには、変人すぎた方ですね。はい。一匹狼っていうのが多分すごくしっくりくる方だと思うんですけども、へえ。
で、実際その人の下でやられてたんですか？そうですね。ただもうその当時60を超えてましたんで、ほう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 、もう現場に立つというよりかは、その現場のシェフの最終的な味見だったりとか決定をするような感じですね。はい、なんかグランシェフみたいな感じなんですか？なんか、そうなんです。なんて言えばいい、あ、そうなんだ。でもやっぱり影響は受けるよね、それでもね。受けましたね、本当に。でも、フレンチで入ったんですけど、まあ、喫茶店2店舗から店舗、はい、その他に、実はラーメン屋さんがありまして。へそして新入社員は当時、そうですね、5、6人入ったんですけども、はい、順番でその各店舗を回っていくんですね。ほうほうほう。その中にラーメン屋さんも入ってまして。ほう。はい。で、本店、大手町だったんですけども、はい、その大手町では、そのオーナーシェフなんですけど、オーナーって呼ぶんですけども、はい、たもう本当に、雲の上の感じだったので、はい、お呼びすることもはばかるぐらいの。やんごとなき人が。そうなんですよ。新入社員が気軽に呼んじゃいけない人だったんですね。オーナーに何かこう、お伺いを立てるときは、先輩とかシェフとかにお伺いしてって感じだったんですよ。それがですね、はい、そのラーメン屋さんがあったんですけど、はい、高田の馬場に、はい。そこに配属されたときに、そのオーナーがですね、ラーメン屋さんにいるんですよ、朝から。そして、ラーメンスープ仕込んでるんですよ。オーナー自ら。楽しいんだろうね。そうなんですよ。それで新入社員で行って、こう、ホールの準備をしてですね、いろいろやってるときに、はい、本当にオーナーと自分と職人さん一人いただけなんで、職人さんは職人さんで忙しくお仕事されてるんで、はい、オーナーにでも聞かなければいけないことの事案がたくさんありました。それで呼んでいいのかなと思いながら、オーナーってお声掛けをするとですね、はい、すっごく優しい声でですね、オーナーじゃなくて店長って呼びなさいって言われるんですよ。くせつえ。そしてゼロからですね、そのラーメンスープの作り方を教えてくれるんですよ。へえ。君、はい。全部教えてくれるタイプの人なんだ。すごく教えてくれるんですよ。もうゼロから教えてくれるんですよ。で、このラーメンスープはフレンチのブイヨンと一緒だからっていう、こう優しく手取り足取り教えてくださるんですけども、先駆けじゃん。これが本店に行くとですね、はい、もう口も聞いてくれない。目も合わせてくれない。間違ってそこで店長なんて呼ぼうものなら大変なことで。スイッチがあるんだろうね。そうなんですよ。はい、はあはあ、無視なんだもん、そこにいるときは。本店にいるときは。無視なんです。はい。はあ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 、もういい無視じゃなかったけど。はい。いや、でも。面白い。うん、ギャップ面白いし、あとはなんかその当時からそのフレンチがラーメン屋やってたって、すごくなんか先見の明があるっすよね。そうですね、面白かったです。しかも名物タバスコラーメンだったんですけども。え、何ラーメン？タバスコラーメンです。タバスコラーメン、タバスコ入りのラーメンですよね。要はちょっとこうスーランタンメン的な味のバランス、うんうん、ブイヨンの大切さどこに行ったの？どこに行ったんでしょうね。丁寧に作ったやつにタバスコぶち込んじゃえみたいなド S な感じなの？どうなんでしょう。すげえな、やっぱ飛んでる人なんだね。ちょっと、はい、飛んでましたね。でもやっぱそんな身近にずっと感じてたら、それからなんかじゃあ、大蔵君がそこで働いてて、結構その虫と仲良くなったりとかっていう話はあるんですか？ラーメン屋さんの中だけです。そうなんだ。そうなんです。はい。もう本店に、本
天のフレンチに配属になった時はもう日々叩かれてましたね。やっぱりそっち系なんだ。そうですね、はいしか言えなかったです。イエスかはいしかないみたいな感じで。はい、お前はバカなのかって言われてもはいって言うしかないんですよ。今だから笑って言える、あの昔のバイオレンスさ、はい、そうですね。店の名前言えないよねそれじゃ。まあでもね、なんかやっぱり俺ら昭和40年50年の人たちはだってもうそこら辺だったもんね、飲食店に入ったらね。そうですね、それが当たり前だと思ってたので当たり前だったのね。だいたいもうこの年代の人に聞くとね、昔のねバイオレンスを受けた話で盛り上がるよね。あ、そうですね。でなかなかもう聞かなくなりましたけど。聞かないね、もう今ないでしょ。はい、もう全く聞かない。5年ぐらい前に1回あのとあるところで聞いたぐらいだもん。あ、そう、あまだあんだみたいな感じで、もうあれっきり、はい、今はいい。でそっからそこのお店っていうのはどれぐらい働いてたんですか。そこはですね2年3年弱ぐらいですね。3年弱。はい、2年ちょっとですね。はい、あそうなんだ。でも最後は本店で1年ちょっとみたいな感じ。そうですね、最後は本店にいましたね。はい、続々同期たちが辞めていきです。残り確か同期は一人だけだった記憶があります。ああ、やっぱりそうなっちゃうよね。そうですね、もうそれを想定して多分何人も取ってっていう、そうなんだよね、もうふるいにかけちゃうっていうやり方だもんね、昔ね。はい、そうですね、そうそう。じゃあね、ちょっと次週は、来週はですね、そこから先のね、大蔵君の話と、あとピストルアンプルさんの話をね、ちょいちょいと聞かせてもらえればななんて思います。時間あっという間でしょ。あ、そうですね。というわけでですね、まず今週の放送分、ピストルアンプルの大蔵さんでございました。じゃあ、大蔵さん、また来週もよろしくお願いいたします。ありがとうございます。はい、それでは失礼します。